普段市高校生活。俺バイトを始めようと思います。それってバイト先で芽生える男同士の淡い恋をこっそり観察でもするつもり？いや、そうじゃなくて。じゃあ何？次のイベントへ向けて軍資金調達だ。原動力が BL には変わりないんだね。なになに、グッチバイト探してるの？だ、大吾。ちょうどよかった。マジさ、困ってて。イベントの売り子手伝ってくんね。もちろん礼はするしね。オッケーオッケー。お、確かこいつ俺の好きな作家さんとつながってたよな。わかった。いつも応援してます。めっちゃ嬉しいっす。同じ普段紙なのにこの格差、イケメンズリーよ。はあ、いいね。お前は腐っててもイケメンで大人気じゃねえか。でもグッチだってすげえ注目されてる感じだけど。はほら、あそこ。あそこのスペース、男の子二人で PL 本売ってる。どういう関係なのかな。ちょい怪しいよね。片方イケメンなのも燃える。お前ちょっと離れろ。あ、いいじゃん。やめろ。何やってんすか、坂口くん。西原、差し入れ持ってきました。よかったらどうぞ。二人分あるっす。サンキュー。あ、でも飲み物は一つでよかったっすかね。やめて、マジやめて。乾杯。イベントお疲れ様。グッチってさ、なんで BL が好きになったわけ？俺か？たまたま本屋で好きな漫画のアンソロを見つけてな。これ男同士で、そんな、なんだこれ、普通に面白いわ。そして初めて読んだカップリングが好みに関係なく好きなカップリングになった。うんうん、あるある。ちなみに西原のきっかけは？私は姉も母ももともと腐ってたんで、その影響で腐女子になったんす。お前サラブレッドじゃねえか。でもいいな、近くに仲間がいるって。確かに漫画とかも共有できますしね。グッチにも仲間いるじゃん。俺がちっとも嬉しくねえ。これからどうします？今日出る新刊見に行きたいんだ。あれ、グッチと西原さん。お、偶然だね。何してるの？イベントの帰りで。これから新刊チェックです。あ、デートの邪魔してごめん。デートじゃない。One is more、 街にあふれる One is more、 趣味は掛け算、好きだから、もし茨道でも見つめ続ける。 One is more、無限大、誰もが無